さてここ最近の冷え込みで都内でも色づき始めたもみじを見かけるようになりました。北区の旧古川庭園では真っ赤に染まったハゼの木が日本庭園に彩りを添えています。日本庭園にはおよそ10本のハゼの木があり、今月に入ってから色づき始めました。例年より1週間ほど遅い色づきでしたが、このところの寒さで真っ赤に染まり、水面にその鮮やかな色が映し出されています。園内のもみじは色づき始めたばかりですが、このまま冷え込みが続きますと、ハゼの木が葉を落とし始める今月末頃には見頃を迎えるということです。